鴨居、建築塗装用マスキングテープ、正宗、スーパーサスケ、これらの商品は塗料への密着性の高さを追求し開発された商品である。適合する被着体は金属サッシや塗装鋼板など以下の通りである。その特性はフレーキングの少なさに現れる。一般的なフィルムテープを貼り、上面に水性塗料を塗り乾燥させる。フィルムテープを剥がすと、テープの上に塗られていた塗料がパラパラとフレーク状に剥がれ下に落ちてしまう。これがフレーキングである。フレーキングの抑制について、一般的な紙テープ、正宗、スーパーサスケで比べてみた。一般的な紙テープの場合、剥がしたテープの表面を指でこすると、このように塗料が剥がれてしまう。正宗、スーパーサスケの場合は、このように塗料がしっかりとテープに密着することでフレーキングが抑制されるのである。塗料をつかむ大和魂、マスキングテープ、正宗、スーパーサスケ。養生は創造、 Be Creative。 鴨居。